というわけでですね、ちょっとずいぶん間が空いたんですけども、家族帰りまして、ここからは一人で、回っていくんですけども、まあ今ですね、木更津でちょっと今降ろしまして、セブンイレブンで買い出しをしました。でですね、今日が2日目の15時、今15分ぐらいです。今日朝から濃溝の滝行ってですね、朝4時起きでしたね。スタンバイして撮ってっていう感じで。から8時以外に1回宿帰って、9時半ぐらいからのこぎり山をちょっと見て回って、展望台のあたりまで登ってですね。いいねビビっちゃうわ。やっぱりでも睡眠って大事だなと思いますよね。バテてはいないんですけど、眠くてしょうがないですね。危ないですね、運転も。今夜は少し多めに撮らないと、明日もあるので、明日はまあ朝一の撮影だけして、昼ぐらいにもうこれレンタカーなんで、レンタカー返して東京帰ろうかなと思います。今朝本当はですね、濃溝の滝の後に大山千枚田っていう棚田にちょっと行こうと思ってたんですけども、それを抜きにしたので、今日は夕景をちょっと撮り行こうかなと思います。なので今ここから、木更津市街から今向かって出発した感じですね。いやーしんどいな、かなり。前半旅行だったはずなんですけどね、結局今日はほぼ撮影してたんで。でも鋸山が意外と楽しかったですね。登っててっぺんまで行きましたけど、ああいうとこ、僕千葉出身だけど、知らないとこというか、まあ行ったことがなかったところが結構あるもんだなと。あと車走ってても、まあ山だらけの景色のとことかが大半なんですけど、こうやって改めて見ると千葉もやっぱり悪くないなっていうか、いいところだなと思いますね。家族とかとも話してたんですけど、なんか何日間か自由な旅をして好きなとこ回ってゆっくりするっていうのも楽しそうだねっていうことを言ってたんですけどね。まあ本当にそんな感じがしますね。のんびり旅してみるのも悪くないかな。3泊か4泊か泊まってゆっくり回るのもいいかもしれないですね。まあ今回はそうはいかないので、結局だから大山千枚田行きますんで、今日3箇所になるのかな。全部で数は少ないんですけど、あたりの時間が結構長いんで、まあ3つぐらいしか行けないですね。よし、じゃあ向かいます。1時間半ぐらい木更津駅からかかるような感じだったんで、下道で行って5時ぐらいには着いてスタンバイしたいなと思います。大山千枚田着きました。いやー、もう表情からもね、疲れが分かりますよね。まだちょっと早いですね。結構早めに着いちゃって4時今半です。ちょっと今下見をぐるっと一周しましたけども、今一番上のとこにいるんですけど、この辺から一発と、それから中腹のあたりでもう一発、そんな感じでちょっと撮ってみようかなと思ってます。まだ日があるうちなので、まあちょっと明るいうちに一回撮ってみて、あとは夕日が落ちるのをちょっと待とうかなと思います。まあここからはですね、もう今回の千葉の動画は後半部分は旅動画っていう感じでもなくなっちゃうんですけども、あとはそうか、今晩の宿もありますね。また違う、昨日とは違うところに
今度は一人で泊まりますんで、そこぐらいはちょっと動画撮ろうかなと思ってます。あと待機ですね、1時間ぐらいあるかな、まだ。ちなみにそこをですね、棚田クラブって書いてあるとこが棚田カフェとかなんか Google マップで出てましたけど、一回僕実は大山千枚田は来たことあってですね、昔に。そこでなんかお茶飲んだりしましたけど、まだやってますね、オープンしてるみたいです。今でだいたい5時15分ぐらいですけど、もう皆さんカメラマンの方はスタンバってますね。もうあそこで位置取りして、ですね、一応ちょっと粘ったんですけども、日の入りの時刻まで今18時46分、ちょっと今日は焼けてくれないっぽいんで、もう諦めて帰ります。なんとなくね、一応は撮ってきたんですけども、まあしょうがないっすね。今日は天気はいいんですけどね、上着も持たずにずっと1時間以上粘ってたんで風邪ひきそう。ちょっとあの動画的にもいい絵をお届けできなくて申し訳ないです。まああと朝とかもね来てみたいですけどね、またちょっと機会があればここはぜひリベンジしたいなと思います。というわけでちょっと宿に戻ります。戻るっていうかチェックインしに行きます。